あ、アキさんいいですね。はい、それでは始めていきましょう。第34回キエフ98紅白戦スタートします。はい、ありがとうございます。さあ、本日2ライフでお送りしております。11か2ぐらいなんでね、参加人数がね、録画は OK。 はい、キャラはまあ自由でもう好きにということで、ワンピー側がまず、あ、に UM 勢ですね。アッキーさんが1番手のワンピー側で、でイッチーさんの男という名前ですが 2P 側ですね、からの一戦からスタートしていきます。はい、やっていきますね。はい、さあ、まあ、98UM 紅白戦が、まあ、スタートしましたが、こちらの方もね、月1で頑張っていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。さあ、中段ヘビの隙にコトツキを決めていくが、今度はガード。さあ、立ち絵で反撃を取って、さあ、なんか取り合いになってる。さっきさんは、まあ、山崎はね、ゼロ 2M で使ってるんでね、まあ、ちょっと、まあ、ゼロ 2M より、まあ、ちょっと重いゲームではあるんで、扱いが難しいかなと思うんですけど、ヘビキャンとかに関してはこっちの方がむしろ隙は少なめだと思うんでね、使いやすいと思います。さあ、ここはうまく飛び込むからパチキまで決めて D 投げ画面端。さあ、裏ロバ。さあ、倍返しが出ないか。さあ、ここはうまく飛び越えて残り0ドット。これは苦しい。なんとか耐えてはいるが、さあ、ここはサドマゾ。サドマゾもちょっと性能が違いますね。 02M だとすぐ発生するんだけど、うお、至近距離からのマックス砲撃。98は取った後ちょっと出るまで時間がかかるんで、結構前転とかでね、抜けられたりしちゃうんですよね。あ、ついてるよ。はい、こちらの方に名前と100円をお願いします。で、本日、2ライフでどっちに行ってもいい感じです。はい、という感じになっております。はい、さあ、ここがキャン、まあ、後がない状態ではありますが、まあ、キムはね、ちょっと爆発力自体はあるんですが、まあ、ここから逆転するキャラとしてはちょっと難しいところがある。さあ、そのまま貢献に引っかかって、まずはアッキーさん勝利ですね。はい、続いて 2P がダンサーさんですが、コケティッシュ渋滞中という、多分ですね、SKE48 の、新曲なのかな。あの、本日も、CD がですね、5枚届いております。すごいですね。98にもこうやって貢献して、さらに SKE も同時に告知を兼ねて貢献するっていう、すごいですね。確かに経済効果がもうものすごいことになってますけど。さあ、そんな一戦です。まだなんかサブキャラでみたいなことを言ってましたが、キャラは結構強めですね。さらに今日ロバート、クリスが表かな、裏かな。まあ、まあ、ダンサーさんはもう結構もう純粋のキュア勢としてもと言っていいと思うので、アッキーさん結構苦しい戦いになるでしょう。さあ、ここはしゃがんでいる。え、お、掴めた。さあ、いい当たり方をして2段目届かないところを走り込んで投げる。まあ、この辺は普通、基本のやはり KO 風力が生きている感じがしますね。さあ、続いてロバート、これは、まあ、ゼロニームの裏ロバートは、まあ、一味違った強さがあるので、まあ、ちょっとやりづらそうですね。さあ、裏に行ってキンビ。さあ、両対ロバート、この前が本当に強いね。あ、
あ、両側はちょっと抑えた状態ですが MB で応戦。さあ、キッチさんは丁寧ですね。ここは逆になってもあの技が出る。さあ、NC もちょっと違いますね。やはりこっちの扱いやすいですね。さあ、次大将裏社。さあ、痛い。ジャッカーでもこのヘリ届かないが、し投げうまくフォローして取ったがかわされてしまう。あ、最後当たんないんだね。さあ、しかしさす、これは綺麗に終わってしまう。さあ、コケティッシュ渋滞中、まずは一勝ですね、これで。さあ、ふたしさんが、まあ、時間がなさそうなんでワンライフのみになるかツーライフになるか分かりませんが、とりあえずワンピーふたしさんですね。さあ、ふたしさんもキャラは強めではありますが、サブキャラですね。さあ、このうわピヨってない。切り返して、この組み合わせも非常に面白いですね。お互い今相当気を使いながら戦わないといけない、かなり高カードの組み合わせですね。今のところは草薙京が押している。さあ、うまい、失敗している。千鶴使いの、まあ、今のはもう体力が少ないんでしょうがない部分はありますが、結構課題として結構相手の気合い狩りにね、しゃがみ強盤前 A とかやっちゃうと、こうリブハイ行動に弱いのでね、しゃがみ C が空中くらいして前 A がそのまま使ってフルコンみたいなパターンがあるので、そこは気をつけなきゃいけないところですね。試合の方は、トップタスさんが中堅。端に詰めているがダンサーさんも着々とダメージは取ってきている。あ、そう、今日ね、電車が最強線じゃねえや、京浜東北も山手線もだいぶ厳しい状態で。さあ、そんな感じで試合のは中堅戦。スカルが小物投げ。さあ、ロバートの画面端は非常に強力。なんとか抜けたいところではありますが、残り体力が少ない。さあ、そのままドセンター足払い。さあ、さんのベニマル。まあ、ベニマルは、あ、うまいな、しっかり。結構、まあ、やはりこのゲームでも硬いキャラなので、ここは抑えたいとこですが、ねじ込んでくる。さあ、もつれてシャムシェ流撃拳から、さあ、強引に投げに行くが、ここは D 投げで回避。うまい。さあ、ダメージを重視して、いやー、この投げ本当に強い。切れそうと、あの投げあったまるよな。さあ、続いてガラッシーさん、ワンライフ目ですね。本日が、あ、慎吾さん、ここ名前を書いていただいて、ツーライフ、どっちに出てもいいよっていう感じです。どっちでもいいです。はい、で、ラッシーさんが 1P、 もうダイモンが出ている。ダイモンやしを、千鶴か、なるほど。これもまた面白いんだよね。結構お互いやることがはっきりしているというか、なんというか。
まずダイモン側が本当奇襲のレッドに気をつけなきゃいけないですね。あれで転ぶと本当にその後そのまま持ってかれるパターンがあるので、あとはあれですね、今の垂直大キックが、まあ、大体、この頭上を潰していくのでそこに気をつけなきゃいけないんですが、難しいところですね。ダイモン側は結構それに走り込んで頭上で相打ちを取りに行ける場面まで走り込んだりといろいろ対策はあるんですが、おっと燃えてしまう。これは結構裏足側が乗っかれるとかなり苦労するんで、なんとか中距離遠距離でいなしていきたいところですね。ここは投げるがまだ決まらず、しっかりガード、あまだ粘る。これはダンサーさんとしては10秒切ってゲージももう1ゲージ貯めればオムの字といったところ。お、これはギリギリゲージ貯まらずかなですね。さあ先ほどから大活躍ロバート、あ、今日の機嫌が悪かったせいで1ゲージになってしまうが、まあ、状況はまだなかなかの有利な状況。さあ前転で取りに行く、さあ立ち入れでうまく止めて、うお低い低い、まあ逃げジャンビーか何かが踏まえたかよくありますねあれね。さあ開幕から殴り合い、さあもう割れたか、早いな、うー当たってしまう。さあ事件が起こってしまい、攻め立てていく、投げ外して展開が早い。さあロバートゲージないながらまだ粘っている。おお最後は逃げジャンプ、開幕ストラを潰して、あ潰れるんだね。さあ裏に行くものの足払いで迎撃してガーキャン画面端、すぐさま逃げてスライディング、おお潰す。さあそうこれがねちょっとこの組み合わせやってないと言ってるがあのジャパンがねちょっと危ないですね。だからしゃがみ B からの歩き、しゃがみ B とかのプレッシャーが結構やばいですね。さあ一勝負走り込んでいく、うわーしばらく隠って、いやー追ったところに逃げジャンプ吹っ飛ばしが置いてある。さあここはダンサーさん勝利ですね。どうちょっと待ってください。はい、マキシマゼさん今日名前が、あれ名前 なくない、あなるほど、地球すごい、地球すごいなんか核心に迫ってる感じがしますが地球すごい、さあ地球すごいさんのワンライフ目です。さあファイデルンが入ってますね、まあ、ワンライフ目ということもあり、さあうまい、あれいいニフトですね。さあここはしゃがめず5ヒット、地味に痛い。まあこれもそうですね、とりあえず1ゲージ溜まればまあ八代側はまあ、乗っかりが苦しいんですが、まあ、1回は対処できる、ゲージを払えば。さあ硬いですね、
中堅がロバート、先ほどからこのダンサーさんのロバートがいい仕事してますね、だいぶね。さあ前へ警戒している。さあマキシマゼさんは結構仕込み等がねだいぶ得意なプレイヤーなんで、このゲージを持たせるとなかなか怖いものがありますが、さあ試合の方は静かに進んでいる。竜拳が割れたところにヒット。さあ連携の組み方がうまい。あれジャックの場合はファイナルインパクトはどうなんだろう、さすがに無理か。前へ遠心確定。さあダンサーさんもまた硬い。よくガードした。一瞬裏向いたから危なかったですね。さあほぼ体力を減らさずにここは勝利ですね。でかい。あここでハイデルン、あここハイデルンはね、まあまあなんか技の性能とは別に悪くはない気がするんですが、いかんせん減らないですね。さあもうなんか気づいたら体力がもうない。いやすかし投げられを決めて、おおなんだめくりを狙ったか。さあ前に歩いてしまう。ここはガーフまで決めて、しかし減らないしダウンしないんだよね。それが痛いね。さあなんとか回避するもののもう時間はない。もう捨てる。あれなんかやだよね。さあ最後までまあなんとか仕事をしたといったところか、粘りましたね。あれダウンすればねもう一発打っていい状況を作れるんですけどね。さあ果敢に投げに行く。さあ縛り長い。だ強い。あの NC ほんと強いよな。あしかしダイモンに牙を向けるキャラが大将ウラクリス。さあプレッシャーかけていく。危ない。さあ取れない。これが取れないんですね。さあ怖い。いやー仕込んでいる。これで体力が逆転からのダッシュ投げ減った。いやー最後はエンディ見ていたか。地球すごいの勝利。さあ続いてジャーさんですね。ワンライフ目です。さあジャーさんがワンライフ目エキストラ、これはいいですね。クリスがステップが相当速いんで、まあ、エキストラの適正の一キャラでしょうね。まあ、ダイモンはまあまあなんかもうキャラ強いからね。まあエキストラでもみたいなところはありますね。でまあ草薙今日は言わずもがな。さあステップ奈落が見れるのかどうか。さあ危ない。一回転んだらもうアドバンスト以上の脅威がある。あー危ない転んだ。さあ素直にオヒット。さあ一部では最強キャラとも噂されていますこのキャラ。おっ今の惜しいですね。おそらくファイナルインパクトだったはず。さあこけてめくって、あー燃えてしまう。痛い。たくさん勢いが落ちると一気に苦しくなりそうですが、スレッチャーも当てて、うお差し込んだ。さあこれはまあ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 エキストラですからね、最後に使って。
まあ、ゲージを使わせたといった意味では OK でしょう。さあ、キストラダイモン、酒がなんかすごいな、新鮮なステップ投げ、まあ、やってないとね、てかやる機会もないですからね。あのステッププレッシャーあるな、すげえ。さあハイデルン弱攻撃減らんね、なんだあれ。この2発で多分ダイモンのガーキャンより減らないんじゃないの、もしかして。全然あるよね。ああ、このダメージ差。おっ、走ったところに C 投げ。さあステップから暴れている。あ怖い、下がる。さあ黄金連携はかわしたが、しゃがみし一発。ステップ投げがまたも刺さって苦しい、起き上がれない。ハイデルンはもう抜けれる技ないか。ないね、ないよね多分ね。あ、ファイナルブリンガー、あ、確かに、あ、あれなら取れるのか、むしろ。さあステップしてくる、いやタイミングを外してしゃがみ B から下がって地雷ゼロドット。さあ取りに行くが、ここは決める、しっかり。なんとかつないで、しかしクリス、これは苦しい。さあここからなんとか巻き返しを図りたいところですが、一発がでかい。もう一回とりあえずな投げ決めたいところですけどね。うわゼロロット、おおあるぞ。いや今のガードしてればね、惜しかったね。アクアジャーさんが勝利ですね。ライフ2です。さあヤグオさんライフ1個目。さあ裏クリーよりダイモンしっかりしている。さあ似たようなチーム構成ではありますが、さあ迷っている、ここの読み合いが本当気がちならではですね。あーこれはなんとも言い難いが、まあ、この順番的に言えば、まあ矢口さんに分があると言えるんですが、相手はエキストラ、もうよくわからない。さあ開幕使っていくリアクションチェンジ、もう一回。さあお互い強気なプレーが光る、やり合いだ。あさあごちゃごちゃしてきた、なんだこの試合は。さあここは冷たくガードして姿勢が低い。なんだこれ。お互いの噛み合わっぷりがやばいな。いやもう、うんうんとかそういう感じじゃない気がするけど、すげえ納得してるけど矢口さん。サイン C2 段から弱王に、あーそうだ忘れてた、危ない危ない、これは危ない。まあまあまあとりあえず、さあ下段はもちろんやはり刺さりやすくなる、うまい差し込んでと、炎からここはなんとも言い難い場面、早い相打ちからなんだよこれ。さあダイモンが大将、
危ない、釣りに引っかかってしまうところでしたね今。格好冷たく、ジャンプDから取りに行く。あまだ生きている。あそっかそっか、あそこで溜まりきればダメージアップか、なるほど。ちょっと間に合わなかったですね。しかしこれはさすがにヤルさんに分がありそうな感じがするなんだこれ、ダイモン対ダイモンの新しいこの形がさあ硬いさあボタンを順番に押している。 ABCD D の部分がヒットしてヤグオさん勝利さあ、2P 側がセコムさんですね。 1P 側、ああ、2P 側ですね。はい、ワンライフ目です。さあ、キャラクターだいぶ独特ですね。はい、さあ、アンディが珍しいですね、先方。アンディもな、なんか本当悪くはない感じするんですけど、ちょっと気軽に触れる技が横がね、NC とかやはり 02M と比べるとだいぶ使いづらいので、横がねちょっと難しいところですね。 MP とかはまあ普通にいい性能してるんですけど、うまい。あとは今のなんだっけ、あの技すごい強いんだよな。これがすごいいい性能してるんですけど、アップは差し込んでいく。そうなんだろうな。 あとそう、体力が低いのがね一番問題かな。タップは間に合ったかどうか。うわ冷たい金利。さあ八代が2番手中堅戦、引っかかってしまう。さあ矢後さんとしてはやはり一回乗っかってきっかけを作りたいところですが、近い、うまい、ファイナルインパクトまで決まり、はいはい、さあ大門社、さあボタンを順番に押して差し込んでいく。さあさあ ABC、 ABC ジャンプ C 投げ外して、どのボタンも強いからな。さあこれ発動、あーし、あーこれはどうするか。ガードしきって前転、しゃがしさあ何か見えましたが、分かったのはセコムさん。はい、OK ですね。ここで、そう、ヤグオさんがリベンジ。もう一回。で、キャラクターは、イオリから今日かな。硬直が長く次の行動が難しい。さあ矢後さんがだいぶ変えてきましたねスタイルを。
繋がっている。うまいですね。さあ暴れを釣って、さあいい勝負。うまい。ギリギリまで待ったところがいいですね。さあ続いて草薙京が、うわめくれた、手を出したからかな。さあ痛い打ち。さあここで闇払いが飛んだということは裏京、うわ NC としゃがみし、まあ矢口さんそうですね、草薙使ってますからね。さあまずはガーキャンから、うっしっかりファイナルインパクトまで決めて、さあ見えてはいったが最後は低い、よく当たったなあれ。さあこれもちょっと八代戦っていうかね、まあやってないと結構本当に近寄れないんですよね、なかなか難しい大門側。さあうまくセコム側距離を取っている、中段も当てて掴み投げからジャンプ D、 さあ当たる当たる、うおーうまい、なんか CPU みたいな当て方だったの今、すごいな。あんまり仕込んでるポイントが動きが見えなかったですね。さあ早い最速、さあ読み合いを仕掛けていく発動、さあこれは怖い。さあ DA の荒髪引っかかって危ない、走り込んでいく潰して、今度は潰れない、走ってくる、危ない危ない、よくガードしたな。さあ何か起きそうな気配はすごい漂っている、うまい、ここはうまい、発動して、うおー体力的にはちょい逆転が、あっギャはい、ここでスエスさんがワンピガーですね。これで大体の人はまあ4人ぐらいかな、まだ1回も出てないのはという感じでございます。はい始まってます。さあうまく MB でジャンプを潰していますが、禁止の間合いが狭い、減る、これアンディの場合相当減りそうだな。さあからのヤシロ、さあやはり乗っかりがヤシロはまあ裏も表もちょっときつい、早いすごいな今、最速からのもまたジャンプ攻撃で追い打ちができるのはやばいな。さあ先端を刈り取ってガーキャン、まあ、表の場合はまあ自身のゲージもまあ溜めやすくはあると思うんで、まあ、やりくりしつつですね、ガーキャン等で吐いたり。さあしかし姿勢さんが冷たい、ガーキャンを釣るような行動でしたが、ガーキャン後転、最後はジャンプリー、最後のギリギリ0秒で引っかかりましたね。さあバイス、この状況は苦しそうですね、セコム側。
まあ、どっかで崩しにかかりたいところではいますが、あ、これ死に投げ通る。うわマジか。さあ MB で牽制しつつ画面端奈落で潰して4ヒット。さあ徐々に潰られてしまう。さあここはしのぎたい。よっ、マイビー中断。うわ鋭いな。さあ一回やはり自分のペースに、そうですね、最強側持っていきたいところですね。さあ追い上げてきている。やっと危ない場面。うまい、やっ当たる。いやすごいところまで出てしまった。投げ外して、いやー当たらなかったか。ギリギリの前。